これがテレビってやつか。人間ってのは面白いものを考えるよな。ん？よっ、お前帰ってくんの遅いぞ。あれか、今日も仕事か？やっぱり人間って働くの大好きだもんな。毎日ご苦労な子って。なんだよ、ジロジロと見て。ああ、悪魔を見るのは初めてか？まったく、そういうことは早く言えよな。じゃあ特別に教えてやろう。我が名はベレス。お前みたいなやつを堕落させるために魔界からやってきたんだ。よろしくな。って、いやおい、幻覚じゃねえって。そうだ、触ってみるか？ほらほら、いいからいいから遠慮すんなって。そう、怖がるなって。何もしねえからさ、多分。ほら、これが羽で、こっちが尻尾で。どうだ、生悪魔、すげえだろ。これでわかったか？ベレスが本物だって。何怯えてんだよ。別に命なんて取らねえよ。そもそもいらねえし。そういうやつじゃなくて、ベレスは仲間が欲しいんだ。そう、仲間。毎日好きなだけ寝て、好きな時に好きなことをして、だらだらと思うがままに過ごす。そういうの興味ねえか？あるよな。じゃあベレスの仲間にならないか？なーに困惑してるんだよ。まだ気づいてないと思うけど、お前このままだと死ぬぞ。ベレスにはわかるんだな、それが。お前明らかにやべえ顔してるもん。いやいやマジだって。じゃなきゃ来ねえし。知ってるぞー、お前みたいなやつ、社畜って言うんだよな。会社の家畜になり下がるなんてもったいねえぞ。美少女悪魔のベレスちゃんと毎日ダラダラ過ごすか、死ぬまで会社にこき使われるか、どっちがいい？おすすめはこっちだぞな。ほらおいで。うんうん。って、あ、おい！ちょっと、なんだよその機械！お前、まさか、働こうとしてんのか？うわ、お前頭おかしいよ。社畜ってすげえんだな。なあ、いいのか、ベレスのこと放っておいて。何されるかわかんねえぞ。うわ、ちょ、抵抗すんなって。おい、無駄無駄。そら、捕まえた。ふっ。これで逃げられまい。お前には特別にベレスの膝を貸してやろう。なんだっけ。あれだ、膝枕ってやつだ。お前、今日はもう寝ろ。起き上がる元気すらねえのは分かってんだぞ。それとも、抵抗してみるか？残念。悪魔の太ももの上に乗ってしまったが最後、お前はもう眠るしかない。ほーら、頭も撫でてやろう。よしよし。なあ、今日はもういいんじゃないか？こんな美少女悪魔に膝枕されてるんだ。離れるのは損だぞ。それにどうせずっと働いてたんだろう。お疲れ、頑張ったな。どうせ頭も働いてないんだろう。無理しないでベレスの言葉に従えばいい。そしたら気持ちよーくなれるんだからさ。ほら、全部忘れて、とりあえず明日の自分に丸投げしようぜ。丸投げ、丸投げ。ああ、それと、ベレス、今日からここをねじろとするから、よろしくな。お前は悪魔に見入られてしまったんだ。このままどんどん堕落の道に引きずり込んでやるからな。覚悟しておけよ。いや、今日もおっせえな。お？どうしたどうした？いや、昨日言ったじゃねえか、ここをねじろにするって。なあ、追い出そうったって無駄だぞ。なんたってベレス、お前より強いし。ま、諦めるこった。安心しろって。ベレスいいやつだし、美少女だし、お前にだって悪い話じゃねえはずだぜ。ベレスの仲間になるのは。まあ、それは一旦置いておいて。腹減ったんだけど、なんか食うもんない？ベレス知ってるぞ。人間界ってうまいもんいっぱいあるんだろ？特に、日本の食いもんはすげえうまいって。つうわけで、なんか食わせろ。あ、違うな。こういう時はあれだ、何か食べさせて、お兄ちゃん。おい、なんだよその目。わざわざ迫真の演技をしてやったのに。おかしいな。こういうのが刺さるって見たんだけど。まあいいや。なあなあ、いいだろう。かわいいかわいいベレスちゃんのお願いなんだが、聞いてくれないと一晩中ずっとささやき続けるぞ。お腹すいた、食わせろ、食わせろ。よし。で、何食わせてくれるん？なにこれ、スマホっていうのか？ふーん、変な機械。なんだこれ。で、これどうすんの？これ押すだけで食い物届けてくれるんだ。やるじゃん人間。なるほど。お前も食うだろ？なんかうまそうなやつ適当に押しとくぜ。どれにすっかな。これいいじゃん。これにしよう。なんだこれ。よし、こんなもんだら。ほい、チーズデラックスバーガーってやつ、たくさん押しといたぜ。なんだよ慌てて。いいじゃん別に。ちゃんと食わねえと死んじまうぞ。もうケチくさいこと言うなって。99個くらいなんてことねえだろ。あれ、もしかしてベレスなんかやっちゃった？悪い悪い。まあやっちゃったもんはしょうがなし。次からは気をつけるってことで。それよりも、その機械、すっげえ便利そうだな。なあなあ、もっとそれ使わせてくベレスたちもう仲間だろ。おー、いいじゃねえか。悪いことには使わないからさ、お願い。けえ、まあいいや。お前が寝てる時に勝手に使おう。